皆さんこんにちは、週末音楽家リサです。さあ今回はなんとエレクトーン足特訓塾最終回でございます。さあそんな最終回の内容はきっと気になっている、やりたいでもできない、そんな方が多いことでしょう。両足ベースのお話をしていきたいというふうに思います。まず両足ベースとは何かというと、これはもう読んで字のごとくですね。両足を使って足鍵盤を演奏することです。基本的にエレクトーンの演奏中というのは左足で足鍵盤を弾いていて、右足はエクスプレッションペダルという別のペダルに乗せている、そんなことが多いです。でこのエクスプレッションペダルでね、右足は右足でお仕事があります。その一方で左足に加えて右足をも使って足鍵盤を演奏する、そういった方法があります。それがいわゆる両足ベースです。どんな時に使われるのが多いのかというとですね、まあ大きく分けると2つかなというふうに思っています。1つ目が音を早く弾きたい時です。テンポが速いということではなくて、16分音符とかいわゆる細かい音符でタタンとね、こうリズムを刻まなきゃいけないような時に、音同士が近接していれば、前回まででお話をした同音連打とかヒール&トゥーとかそういう方法で済ませられるんですけれども、そうやって速い細かいリズムなのに音が離れている場合というのは、やっぱりね、1本だけでは足の動きが追いつきません。そういった時に右足をポーンと出して弾きたいリズムで弾くべき音程を弾く、まあそういったイメージですね。そしてもう一つがレガートあるいはスラーで演奏をしたい、そういった時です。前回のヒール&トゥーでもそれ言ってなかったかって思った方いらっしゃると思いますが、正解です。だけどこれもね、やっぱりヒール&トゥーの、まあ、欠点の一つなんですけれども、近い音じゃないとヒール&トゥーって使えないんですよ。だけど両足ベースの場合というのは、まあ2本独立した動く部分がありますので、どんなに音が離れていてもスラーで弾くということを実現できる。なので、まあ、この右足を使うっていうのはやっぱりそれなりに強みにはなるんですね。この両足ベースができるメリットというのはですね、使うシチュエーションというところでもお話をしたように、演奏できるベースラインの幅っていうのがやっぱりこれまたグッと広がります。楽曲によってはですけどね、ものすごく音が跳躍するベースパートを持ってるような楽曲であったりとか、あとはあの早弾きベースみたいなのをねやる、まあそういった曲もあります。でそういった曲にやっぱり挑みやすくなる、この両足ベースができるっていうことで挑みやすくなる、まあ、し実際それが弾けるというのはまず一つやっぱり大きいメリットです。それからもう一つがですね、まあこれはあの正直クレイジーな使い方であまり主流ではないんですけれども、足鍵盤で出せる音が、普通左足しか使ってなかったら1音しか出せないじゃないですか、同時に出せる音ってね。でも右足も使えるようであれば同時に2音出すことができます。なので例えばこういろいろせわしなく動いてるパートがある結果、どうしてもこのゆっくりなフレーズは1音だったり2音だったりするけど足鍵盤で弾かざるを得ないよなみたいな曲もね、世の中には存在するんですよ。そういった場合にこの2音を自分で出せるというのは、まあはっきり言うとすごく楽です。もし左足しか使えない場合はわざわざボイスエディットというのをして、その2音にしなきゃいけないタイミングの時にその音程が出せるボイスというのを自分で編集して準備して、でその時だけレジストが変わるように組んで演奏しなきゃいけないという風になるわけですけど、自分で出せるんだったら別にわざわざそんなボイスエディットなんてしなくていいし、レジストって変えなくていいんですよ。めちゃめちゃ楽です。なのであのそういうね、ちょっとクレイジーな使い方もあるよということで、それを可能にしてくれるのがやっぱり両足ベースという技術だということは、一つポイントとしてはね、覚えておいてもらっていいんじゃないかなという風に思います。でまあここまでね、結構いい話しかしてないです私なんですが、ここから両足ベースのデメリットという点も今回はちゃんと触れておきたいなというふうに思います。昨今のエレクトーン業界においては、両足ベースイコール上級者の証みたいにね言い張る人とか、もう両足ベースが何よりもかっこいいみたいなね、まあそういう意見を持つ人というのが一定数います。両足ベースってすごい難しいことやってんですよ。だから難しいのは本当にその通りなんだけど、こういう思想の、まあ、ある種過激派みたいな人も世の中にはいて、あのとにかくむやみやたらに何でも両足で弾くみたいな人も世の中にはいますし、別にそれが絶対に悪い
利っていうわけじゃないんだけれども、ただやっぱり両足ベースをすることによるデメリットっていうのを分かった上で両足ベースをやるかやらないかというのを決めるのが大事というふうに私は思います。じゃあ具体的にはその両足ベースのデメリットって何なのというと、一つは両足ベースをしている最中というのはエクスプレッションペダルが使えません。冒頭に説明したように通常であれば左足で足鍵盤を引いて右足でそのエクスプレッションペダルというのをコントロールします。エクスプレッションペダルで具体的にやることとしては、例えばこうドラムレス、そのリズムがかからない楽曲において、レジストチェンジをしたり、あるいはそのリズムのインアウトのタイミングを定めたり、一番よく使うのはやっぱり曲中の音量調整ですね。あとはピッチベンドといって、特に弦楽器とか電子音系でね、音程を細かくこうニョイーンといじっていくような機能であったりとか、ステージあのね02以降スーパーアーティキュレーションボイスという特定のボイスにおいて、より生の楽器に近いような音、音色というよりは何かこうその楽器に特徴的なね音を出す機能があるんですけれども、その Q 出しというのも実はこのエクスプレッションペダルでやります。そのあたりのね機能が一通りその両足ベースやってる方って使えなくなります。その曲でそのタイミングで何を優先するかっていうのは楽曲次第、その中身次第なので、時には両足ベースより優先しなきゃいけないことがあるんだっていうことは知っておいていいんじゃないかなというふうに思います。そしてもう一つがですね、これやっぱり特に両足ベースに不慣れなうちの弊害ですけれども、他のパートであったりとか曲全体に対しての影響というのがやっぱりリスクとして存在します。両足でベースを弾くときっていうのは体幹がとにかくしっかりしてる必要があります。これ一回ね皆さん調整してみてもらいたいんですが、この体幹チェックの方法というのがあります。一回座ります。エレクトーンの方であれば第1回でねお話しした適切な座り方というので一回座ってみてください。その上で手はどこにもつかないで上げたまま、そしてそのまま両足を浮かせてください。そうすると体を支えるところというのがこの、腰からお尻にかけてぐらいの部分しかなくなるんですよ。で、両足ベースを弾いてる時の状態って簡単に言えばこういう状態です。1曲って4分とか5分ですから、言ってみればそれぐらいの時間このきつい体勢をずっとやり続けるようなことになるわけですね。これに耐えうる体幹がない、体幹がしっかりしていない場合というのは自分の体が演奏中支えられなくなって手足にいびつな負担がかかります。そうすると手が思うように動き回れなかったりとか、あるいは特にエレクトーンの場合というのはタッチありますね。特にアフタータッチ、これが全然いらないところで不必要なタッチがどっかのパートでかかっちゃう。なぜなら体幹が崩れていていらない力がかかってるからというふうになってしまうことというのがよくあります。これらが何を引き起こすかというと、もうこれシンプルです。演奏やその弾いている音楽に対してのクオリティの低下です。これはやっぱり演奏のスキルを上達させたいというもとでいろいろ練習している中で本来の目的に反する、言ってみればあるまじき方向性なんですよね。なので何でもかんでも両足にすればいいというわけではなくて、使う状況の見極めは必要ですし、やるってなったらやっぱりちゃんとその両足がね独立して動けて手にも余計なことをしない、そういう風に練習をしていくのがすごく大事になります。なのでね、最初に触れたように両足ベースは上級者の証拠とか、もうとにかく何でも両足でって人によりますけど、特にコンクールとかでやっぱりそういう傾向は強かったりしますよね。そうなんだけど、やっぱりその両足ベースができるのがかっこいいとか、両足ベースできる自分かっこいいとかね、そういうところに陶酔して寄りかかってはいけないなって、両足ベースができるようになった私は未だにそうやって強く自分に言い聞かせています。両足ベースがかっこよく見えるのは、それはかっこいい演奏ありきのことなんですよね。両足でぐちゃぐちゃ弾いてたって演奏がずさんだったらそれは所詮大道芸に過ぎないわけですよ。今この動画を見てるような人の多分第一の目的っていい演奏をする、上手な演奏をするというところだと思いますし、両足ベースっていうのはあくまでもそのための一つの手段でしかない、目的ではなくて手段であるということを私は忘れちゃいけないかなというふうには思います。ということでね、ちょっと両足ベース常に
何が何でもやった方がいいというわけではないよというちょっとねお話をしました。さあそして最後にですね、両足ベースの、練習方法というものについて触れたいと思います。とは言ってもですね、基本的には左足で練習してきたことを右足でやるだけなので、新たに話すことって正直ないです。今までのね足特訓塾の1から5、厳密に言うと1が座り方で、関係ないので2から5ですかのところをですね、ぜひ見返していただいて、それを右足でもできるようにする、もう極論これだけです。で、あくまでも基本的な部分が確認が取れたら、もう実際の曲でねやってみるというのがいいと思います。で、これも何回もね繰り返しお話ししてるんですが、練習効率を高めるっていう意味で、最初はこの音は左足で弾く、この音は右足で弾くみたいに自分で決めて楽譜に書いておいて、その通りに弾く練習をするのがいいと思います。そうするとね、効率よくこの両足ベースというのをできるようになります。で、それどうやって決めんねんっていう話なんですけど、最初はどうしても左足じゃ無理なところだったりとか、あるいは高音域側ですね、左足をもうフンって曲げないと届かないような高音域のドからソのところ、そういった音が来た時はあえて右で弾いてみるとかね、そういう練習をするといいのかなというふうに思います。一個気をつけてほしいのは、この音は左、この音は右って割り振る時に、あんまりその近すぎる音を左と右で分けるのは私はお勧めしません。なんでかっていうと足が絡まって面倒なんですよ。なのであくまでもやっぱり左足だけじゃ間に合わない時とか、音が離れてる時、そういったところにフォーカスをして右足を入れていくトレーニングをした方がいいというふうに思います。あんまり近い音で両足使うメリットほぼないです。そしてですね、この、両足ベースを上達するためにという点では、この演奏の練習というのと同じぐらい姿勢を維持するというのがめちゃくちゃ大事になります。もう理由はね、先ほど説明した通りなんですが、両足ベースやってる時って過剰な力を周りにかけちゃいけないと思うと、言ってみれば四肢を浮かせて座ってる状態にならなきゃいけないんです。なので体を支えてくれるところというのがもう体幹しか残りません。ということで、ぜひね両足ベースをやるときはもうすでにね確認してるよっていう人も多いと思うんですけれども、改めてこの足特訓塾のね一番最初でお話をしたような座り方の見直しというものをしていただいて、両足ベースのね練習をしながら体がぐらつかないかどうか、背筋ピーンって伸ばして他のところにね過剰な力もかけずに弾けているかどうかというのを確認しながら、慎重に練習していくのがいいかなというふうに思います。もしうわなんか体グラグラするというふうに思った場合は、テンポを落として、その演奏と姿勢の両方を両立するっていう練習をしてみるといいと思います。一回コツつかむとね、結構なんだこんなもんかっていう風に自分の体が理解して、その後はねトントンとできるようになると思うので、特に最初が肝心。最初は実際に自分が鳴らしてる音だけじゃなくて、自分自身の姿勢もちょっとこう客観的に天から見ながら練習を進めることを私はお勧めします。そういう意味では一回ねこう写真とかビデオで自分の演奏してるのを撮ってみて、ぐらつかないかなっていうのを見てみるのもいいかなというふうに思います。はい、ということで本日は両足ベースについてお話をしてまいりました。名前の通り左足も右足もどっちも使って足鍵盤を演奏する、それが両足ベースですが、左足だけでは演奏しきれないような時、あるいは左足でも弾けなくはないけどもっと音つなげて弾きたいよとかね、そういった時にこの両足ベースというのは非常に役に立ちます。両足動くということで演奏できる幅が広がったりですとか、足鍵盤から和音を出す、そういったことも可能になります。ただね、一方で両足ベース中はエクスプレッションペダルの機能が全く使えなくなってしまうですとか、体勢をねしっかり整えていないと他のね手足に影響が出てしまって、結局素敵な、演奏が実現できなくなってしまうという、リスクというかデメリットもねある方法なので、どの使うタイミングで使うべきなのかというのを、それぞれね曲とかパートに合わせて検討していただいて、両足ベースやるぞとなったらバチンとかっこよく決める、そんな風に練習を積んでいってもらえたらなという風に思います。ということで、皆様長らくお付き合いいただきましてありがとうございました。この足特訓塾シリーズはですね、当初予定していた全6回の内容を全て
終了いたしまして、この動画で最後になります。もしね、足鍵盤の演奏の仕方について迷うとか困っているとか、こういったところがもっと知りたいということがありましたら、ぜひこのね動画のコメント欄であったりとか、あとは日頃ね皆様からコメント募集してますマシュマロといったようなサービスで質問をいただければなというふうに思います。質問いただいた内容はね番外編みたいな感じで動画にしていきたいと思いますので、皆様からのご質問とうとうお待ちしております。足鍵盤演奏で練習がね難しいところではあるんですけど、でも正直慣れれば手鍵盤よりももっと段違い早く上手くなれるものでもあるので、ぜひ皆さんね前向きにいろんな奏法にトライしてみてもらえたら、もっともっと今よりもぐっと演奏幅が広がるんじゃないかなと思っていますし、期待していますし、願っております。ということで、ご覧いただきありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。バイバイ。